グローバル時代のものづくりとは。第2弾はアイプロの成長戦略。数々のものづくり企業の改革を行ってきた中尾。2019年に経営を任されたのが、当時パナソニックから独立したばかりのアイプロだ。その事業の中でも、かつてトップシェアを誇った歴史ある監視カメラ事業について、中尾はある事実を知り愕然としたという。2019年に再建に中尾さんはいらしたわけですよね、はいはい。まあ、再建というよりもですね、これもともとそのパナソニックの一事業部だったんです、はい。一事業部が、まあ、分社で、切り出されて、はい、外部の資本が入って独立をしたと、はい。どういう状況だったんですか？私が非常に感じたのは、うん、もうパナソニックの技術は世界でもトップクラスですと言われてこの会社に入りました、うん。で、確かにその通りだよなと思いました、うん。ただ残念ながら第三者の評価機関、うん、あるんですね、カメラを評価する機関が、うん、恐ろしい。それをこうやって見てみるとあれと、うん、パナソニックのカメラビッケじゃんと、あ、どうしてって言ったら、それはそうですよ、うん、これ4年前の製品ですからってわけです、うん、きついですね一生懸命 ね他社はね、他社はそれはもう1年前に出たものとか、うん、最新のものを見てると、うん、じゃあなんで最新のを見てもらえなかった、いやうち最新のは出してませんからってわけですよ。競争力を失った理由は、新製品をスピーディーに出せなかったこと。実はそこには日本のメーカーによく見られるものづくり手法の問題点があると藤本教授は指摘する。要はですね、すり合わせと組み合わせって作り方があるわけです。すり合わせと組み合わせ、ね、要するにバラすとね、もう全部そのもう特殊部品ばっかり出てきてね、うん、もう本当に最適設計でございますって言って作るのが自動車なんかそうなわけですよ、ね。はい、パソコンなんかやってもみんなあちこちで秋葉原で買ってきたりするっていう、これ寄せ集めでできちゃうと、うん。こっちはアメリカが中国が強くって、うん、日本はやっぱりチームワークの国ですから、うん、やっぱりそのチームで作る、ね、自動車なんかは強いと、うん。ところがね、こちらの思い込みでこちらすり合わせやったらお客さん喜ばないって言ってるんだけどね、うん、アメリカさん中国さんはね、うん、いやこれ別にうまく工夫すれば、うん、その寄せ集めで同じようなものができますよと、うん。だから日本は やっていいんだけどやりすぎやりすぎね。このモデルを作りましょうと決めたら、うんうん、もう本当にとことんこだわるんですね、はい。設計に着手してから、うん、それから販売するまでに2年以上かかりましたと、うん。ですからこれが我々負けてきた一つの原因だと思うんですね、はい。うん、より良い製品にするためにその製品専用の部品を一つ一つ作り、丁寧にすり合わせ作り上げていく日本のものづくり。しかし変化の早い時代には汎用品の部品を集めスピーディーに作る手法が圧倒的に有利な場合があるという。確かにこう早く欲しいですもんね、消費者としてはね、はい。うん、そうなんです。比較すればまあそれは優位性がどっちだっていうのはあるかもしれませんけれど、うんうん、でも日進月歩なんで場合によっては買い替えるからとにかく早く欲しいっていう。そうなんです、ね。だから寄せ集めのすり合わせでこんなね品質差が出ちゃうんだったら、うん、日本はこっちを作って勝てるんですよ。まあ、そうでしょうね。でもこんなもんだっけ。そうなんです。いやこの違いがとか言ってやってると、そのスピードで負けちゃって、うん、でそうすると全体の、ね、ビジネスモデルで負けちゃう、うん、思ったわ。まさにその通りです。だからいかに早く最新のセンサーを使い、最新の半導体を使って、その最新の技術を製品に展開していくか。これをやろうよと。まあ、それの端的な例、ちょっと今日お持ちしたんですけどね。実はこの電子基板こそ、中尾の成長戦略の肝。これ、街にある監視カメラありますね。はい、はい、ありますあります。これが入ってるんですか？これです。あ、はい。これ3層構造になってる。あ、なってますね、なってます。これね、カメラのレンズなんです。あ、それがレンズなんですね。レンズなんです。一体この電子基板にどんな秘密が隠されているのか。アイプロの開発部門を訪ねた。もう自由に組み合わせて、お客さんが AI 欲しいって言えば AI 付きの全部変えられる。アイプロが独自に開発したのはモジュール方式という
新たな設計思想で生産するカメラだ。あらかじめ何種類も用意したカメラや動作をコントロールする部分の基板を顧客の要望に合わせて組み合わせることで、あっという間にカスタマイズされたカメラを作ることができる。レンズが違う、センサーが違う、システムオンチップが違う、インターフェースが違う、お客様の注文、ね、これとこれとこれとこれが欲しいっていう、これを組み合わせてくださいっていう注文が来ると、はい、わかりましたって言って全部組み合わせて出荷する。簡単に組み合わせるだけで世界に1台のカメラが作れるようになると。例えば画像解析の AI を搭載した基板を選べば、立ちどころに画像解析アプリを動かせるカメラができるというわけ。このモジュール方式の開発により可能になる製品の種類が、ありとあらゆる違いを1500通りこれらの組み合わせで実現できる。それを1個から変える、はい、実際アイプロでは1年に発売できる新製品数も飛躍的に増加。一つの製品にかかる開発期間も半分にまで短縮することが可能になったという。これが中尾の戦略、タイムベース競争。組み合わせなんですね。組み合わせです、うん、全部組み合わせです。だってこの中に AI 入ってるんですよ。あ、もうこれを買ってくれば、例えばここでこれこうやってつけて、でコンピューターにつないでやると、この中に例えば何人人がいるのかってカメラが勝手に数えてくれます。はい、その中で何人の人がマスクつけてるつけてない、そんなことまで全てカメラが教えてくれます。サーバーにつながなくても、まあそういった高機能のものをこのモジュラー設計でありとあらゆる形に展開できるようにしたっていうのが、まあ今回の大きな違いなわけです。今までのすり合わせの設計から組み合わせの設計に変えたと。要するにその安い固定費でカスタマイズできちゃうっていうのは画期的なことなんですよ。はい、で日本ってカスタマイズ大好きですから、はい、だけどカスタマイズ高いよねとか言われてね、だから日本はパスみたいに言われてたやつよね、まあ、それがあるんだったらね、勝てる、あのね、日本のもともといいものなわけだからね、じゃあ安いカスタマイズだったら買いたいねって話になってね、仕事戻ってくるって可能性あるんですよね。もうある程度お出汁を取っといて。あ、そうです、その通りです。その通り、レストランの仕込みと同じです。同じで、はい、もうこれがお出汁ですよね。その通りです。その通りです。そしたらあのお吸い物もできれば煮物もできてっていう、はい、その通りです。一番の軸になるものになるわけですね、はい、そうです、その通りです。いや実はね、はい、このモジュラー設計ってなんか簡単そうに聞こえますけれども、うん、実は、うん、このモジュールを設計する、汎用的なモジュールを設計するというのは、はい、実は技術的には難しいんです。なぜならば、先ほど、お出汁の話されましたよね。はいはい、だから本当に、その、お吸い物に最適なお出汁と、うん、それから煮物に最適なお出汁は、実は微妙に違うかもしれません。そうですね、ところが、両方に使って美味しいお出汁を作るには、相当考えないといけませんよね。うん、これも同じことが言えます。ですから、ちょうどいい頃合いで、うん、この汎用モジュールを作り込まなくちゃいけない。今あれですよね、あの納期っていうものが、はい、下手でコストより大事になってきてるっていう。いや、全くその通りです。そうなんですか。まあ、今のまさにそのパンデミックがね、これだけ起こってですよ、あちこちの工場がロックダウンだ、はい、なんだか止まりながら、日本の工場は止まらないですよね、あんまりね、うんうんうん。止まることによるですね、輸出利益ね、を考えたらね、うん、あの日本が10円、20円高いの安いの関係ないじゃないって話が。おっしゃる通り。だから、その意味で言うと、このスピード勝負っていうね、うん、今グローバルサプライチェーンの再構築の話になってるわけで。うんうん、実は中尾、アイプロにやってきた時、もう一つある問題点に気づいていた。それがパナソニック時代から続いていたビジネスの全てを自前で提供しようという戦略。セキュリティカメラというのは、セキュリティカメラ単独では動きません、はい、これネットワークで組んで、うん、で監視室でその見られるようにして、そうですね、まあ、いろんなものが複合的に組み合わさる、うん、そういう品物です。でパナソニックはこれらを全部まとめてお客様に納入をしようと、もうものづくりでは儲からん、ことづくりだと、うーん、ソリューションを売りなさい、うん、品物ではないと、
というのが、まあ、戦略の要になっていったわけです。うん、でも本来は、うん、本来は我々のカメラは、うん、そういうシステムを作るシステムインテグレーターさんに売ってなんぼのものです。うん、ところが、システムインテグレーターさんの仕事も、うん、まあ、取り上げてしまう形に、うん、まあ、競合してしまうわけですね。パナソニック全体ではね、うん、そのソリューションって考え方は正しいのかもしれませんけれども。うん、よくね、まあ、あの、言葉遊びになりがちなんだけども、はい、物からことへっていうじゃないですか、ね、はい。だけど、それは、あの、言葉としてですね、その物からことへって厳密に言うと間違いです。はい、間違いです。うん、物なかったらこと生まれないんだから、ね、そうですね。タクシーなかったら、タクシーなかったらタクシー運転手、うん、いい運転手がいて、いい道があってね、あの車があってことですからね。はい、物からことをなんですよね。はい、じゃあ問題はね、そこから、それをベースにして物からことをへね、うん、あの、行くべきか、うん、あるいはやっぱここきちっと物を作ってことの人とつながるか、うん、これどっちがいいか悪いかじゃなくて、それはやっぱりその時の情勢判断だと思うんですけどね。そんな中、中尾が打ち出したもう一つの戦略がオープンポリシー。カメラ作りに集中する一方、周辺のシステムやソフト開発は誰とでも手を組むという戦略だ。オープンポリシーというのは、うん、言ってみれば間口を広げる、うん、我々の製品を買ってくださるお客様を増やすっていうことですね、はいはい。旧パナソニックさん、ね、うん、製品としては絶対に安心だと、うん、だけど自分たちの仕事は脅かさない、うーん、だったら組むぜっていう人たちがいっぱいいるわけです。そうすると仲間が増えるわけですもんね。その通りです、ね、その通りです、うん、はい、でしかもみんなそのトップオブザトップだから、はい、結局もうものすごいスピード感でこう、そうです、いいものを出していけることができる、はい、持ちや、うんうん、私自身が、うん、もう本当にもうアメリカ行ってヨーロッパ行って、うんうん、誰よりも先に一番いいテクノロジーを製品化して皆様にお届けしますので、うん、我々のカメラを選んでくださいと、うん、いうことを言ってまいりました。今はこのやり方というのがある程度正しくて、うん、成長のもうこのカーブが見えてきたので、うん、もうみんなそれに向かって走っています、うん、それを提唱するっていうのは一番初めっていうのは結構大変だったんじゃないですか。大変でしたよ。大変ですよね。大変でした。なんでって内包してこれブラックボックスでしょって言ったようなものも、いやいいんだって言って外と組むんだっていうのは、これ結構初期の段階では勇気のいることなんじゃないかと思って。いや、もうすごく抵抗されました。ですよね。まあ、それをみんなに納得させるために、うん、ゴールドラッシュの時の例え話をみんなに言いました、はい、うん、みんなはねそのソリューションを捨てちゃったら、うん、儲からなくなるだろうと、うん、でもソリューションって今流行りだしね、うん、なんかその監視カメラメーカーって言われるよりも、うん、AI ソリューションを目指してますって方がかっこいいわけですね。で僕はそのゴールドラッシュの時の例え話にすると、うん、その AI ソリューションってすごく聞こえがいい、はい、これはゴールドラッシュで金脈当てれば儲かるぞっていうのとよく似てるんです、うん、そうですね。でも何千何百人っていう夢を追っかける人たちが、うん、みんな西部に出て行って金を掘りまくったわけですね、うん、でも一番儲かったのは誰だったと、うん、これ僕が知る限りではリーバイ・シュトラウスだと、うん、ジーンズ作った、うん、あ、なるほどなるほど、作業する人たちがみんな来て、はい、ええ、リーバイ・シュトラウスは金は掘りませんでした、うん、僕はいや金を掘る人にジーンズを届けようと、うん、これがジーンズでした、うん、なるほど、はい、ただジーンズで差別化するためには、うん、他にもジーンズ作る人がいるから、うん、ナンバーワンのジーンズになるためにはどうすればいいの、うん、っていうのが先ほど言ったタイムベース競争、うん、人よりも早く最新の技術を届けようと、うん、そのためにはこのモジュラーアーキテクチャーっていうのが鍵になるよと、うんうんうん、言ってみればオープンポリシーはパスポートのようなものです、うん、じゃあ実際パスポートがあってもゴールまで目的地まで行けるかっていうと搭乗券がなくちゃいけませんよね。このボーディングパスが僕はタイムベース競争だと思っています、うんうん、お客様から受注をいただいてから物を届けるのに少しでも早く、うん、まあ、そういうことを考えて、うん、タイムベース競争というのを打ち出した、うん、この2つの方針は表裏一体、車の両輪と言ってもいいかもしれません、うん、モジュール方式を駆使しスピードにこだわるタイムベース競争とオープンポリシーの2つの戦略で結果を出しつつあるアイプロ。そこから見えてきた日本のものづくりの可能性とは。
ただどうなんでしょう、そのものづくりっていうものが、例えば、まあ、あの昔ちょっと少し昔に立ち返ると、半導体であるとか、うん、家電もそうだったんですけど、結局韓国中国に持っていかれて、はいはいはい、日本のものづくりっていうのはだんだんこう競争力を失っていくんじゃないかって言われてた時と比較すると、はいはい、そうは言ってもやっぱりものづくりだよねっていう原点回帰の今と、はいはいはい、ものづくりのその概念っていうのは変わったんですか？全く変わってないです。変わってないです。変わってないんですか？錯覚が、そうなんですか、錯覚に対して錯覚だったと思ったわけですが、つまりね、この30年間で、実質ベースで見ると、はい、80何兆円とかいった製造業の付加価値が今110兆円ぐらい減っちゃいないんですよ。全然減ってないんですよ、はい、ね、ってことは、うん、何かを売ってますし、大体その中で20兆円いい時は30兆円、今でも20兆円ぐらいの貿易黒字です、はい、お箱なんですよ結局、うん、この30年間で さだなこと言われたけどね、うん、その中で局地戦で何回か大敗してるわけです。それがテレビだったり、うん、半導体だったり、ね、はい、そこがなんか大きく取り上げてて、そうそうそう、だからなんかこうものづくりはもう時代、うん、もう日本はそっちはもういいよねって、うん、だんだんこう風潮としてなってきてしまって、そうなんですよ。昔の報道と逆で、うん、なんか局地戦で2回ぐらい負けたんで、だから全部負けなくていう、うん、中尾さんはどうですか？いやもう先生のおっしゃることは全く賛成で、いやまだまだ僕製造業で勝てる余地はいっぱいあると思います、うん、昔のようなやり方じゃダメだった、ね、ダメだと思います。やっぱりその我々のカメラを選んでいただくためには、うん、我々のカメラが他の会社よりも良くなくちゃいけないわけですよね、うんうんうん、それをどうするか、その余地はまだまだある、うん、他社よりも半の差一歩勝ってれば、それを継続していけば、うん、必ず勝てるぞと。